コミンスキーメソッドはアメリカ合衆国のコメディドラマシリーズ。恒例になり演技指導で生計を立てるかつての人気俳優が様々なトラブルに巻き込まれる様を描く。マイケル・ダグラス、アラン・アーキンらが出演。ネットフリックスにより制作され、2018年11月より世界同時に配信された。現在シーズン2まで公開されている。アラン・アーキンが恒例を理由に、 シーズン2をもって降板したため、2020年7月にシーズン3をもって終了することを発表。2021年3月24日、同年5月28日に同シーズンを配信することを発表した。番組は批評家から好意的な評価を受け、プライムタイムエミー賞にノミネート、ゴールデングローブ賞作品賞を受賞した。かつての人気俳優、サンディ・コミンスキーは、 恒例になり演技指導で生計を立てている。そんなサンディと長年の友人で、エージェントでもあるノーマン・ニューランダー。二人が年老いても、ハリウッドの波乱万丈の日々はまだまだ続いている。コミンスキーメソッドの主要キャスト。ジョーダン・からマイケル・ダグラス、アラン・アーキン、ナンシー・トラビス。各シーズン前は一斉配信2017年8月14日、ネットフリックスは、 本作の制作を最終決定したことを発表した。第1シーズンは2018年11月16日に配信された。2019年1月17日、第2シーズンに更新されたことが発表された。第2シーズンは2019年10月25日に配信された。本作は批評家から肯定的な評価を受けている。シーズン1は、 批評集積サイトの6点トマト図に44件のレビューがあり、批評価支持率は80%、平均点は10点満点で6.6点となっている。また、メトクリティックには19件のレビューがあり、過重平均値は68、100となっている。シーズンには6点トマト図に7件のレビューがあり、批評価支持率100%、平均点は10点満点で8点となっている。 ありがとうございます。